ルールル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 ル
セブンと友達のミスターです。こんにちは。はい前回は靴下の色と、まあ5分前ぐらいだけどですね、まあ、リアルタイムでは5分前、うん、多分まあ YouTube 上では2、3日空いてるかちょっとわかんないけど、まあ靴下の履いてる色の由来、うん、と、まあなんで紫のセーターで、今回は、うん、何でしたっけ、恋愛、まあちょっと恋愛体質なところが、あそう、気分、普段やり取り連絡とかしてるとさ、うん、恋愛でのこう感情のこう浮き沈みっていうのは結構激しい、ね、確かに、うん、めちゃくちゃありますね。ね、僕はすごいまっすぐ、なんていうの、うん、この人って決めたらこう言っちゃう癖っていうか、うん、があるんですよ、うん、なんで、まあ誰かから連絡来なかっただとか、うん、なんかすごい態度取られただとか、そういうちっぽけなことで落ち込んだり、うん、まあ逆に気分が、まあね、ちょっとでもよくされたら気分がすぐゴンって上がるけど、うん、なんかちょっとなんかあったらすぐガクッて落ちちゃうのがあったんですよ、今まで。へー、はい、なんか例えばどういうことだったんですか。返事が来ない。あ、向こうからね、はい、あ、意中のなんか好きな思いをこう伝えたい人からの連絡が来なくなったりするんだ、はい、12時間ぐらい来ないです、うん、まあ耐えれないで12時間耐えられない。それまではどのぐらいこう連絡のやり取りしてるわけ。でも5秒に1回とか。いや、そんなないですよ。だけどスタンプとか送りまくる感じなんじゃない。スタンプ送らないですよ。そうなんだ。まあ自分あんまりハガスタンプとか、うん、持ってるスタンプ送ってると嫌がられちゃう気がして知らないけど、そうなの。スタンプ僕送る側じゃないんですよ。何送るの。いや、自撮り、ま、自撮り送る。自撮りは送んないですねまあアイコンは自撮りじゃないか。でもまああのナルシストの塊みたいな、なる、あの 王冠かぶってマントして、うん、チャンピオンベルトしてみたいな、ああいう待ち受けだけど、まあ、大体高貴な人がさ、はい、12時間連絡来なかったからって普通落ち込む。もっとなんか高みにいる人なんじゃないの、高貴な。紫着れる人って。天空から人々を見下ろして。もうちっぽけなことは気にしないぐらいの。あいつあそこ行き止まりあんのに走って行ってるなとかさ。ああ。そういうのをこう俯瞰して見れるようなやつなんじゃないの。そうですね。言われてみりゃそうだ。もうすごい、なんか自分を よく見せようと しすぎてるのかもしれない。まあ、あと恋愛になるとちょっと、あれなんで。うん、まあね、ちょっと最近は、うん、まあ一人の子に行き過ぎないようにと思って。そんな発言してんの？さっきの、あの、良平の講習の話よりやばくない？それ。まあ、相手がもし仮に良平のこと結構好きで、うん、あ、やった、連絡やり取りしてる。でもこいつ動画で、なんか複数人と連絡取って、確率論で相手を落とそうとしてるみたいな。じゃあ見ましょう。どうしよう。もう無理じゃない？引き下がれなくないもん。消したい。動画？動画消したいもん。ちょっと違う話する。うん。今のは使うかもしれないけど。違う話する。メガネどこで買ったの？どうしよう。こういうので引きずっちゃう。ずっと。どういうこと？え、もう、うん、もし見てたらどうしようとか、まずいこと言っちゃったかなとか。ああ、うん。まあでも本音じゃないでしょ。嘘でしょ。嘘。でしょ？本当はもう一人の人だけでしょ。口も臭くないし。うん、そうです。うん。そうだよね。はい。これはジーンズで買いました。ジーンズ PC。いくらだったの？安いっすよ。数千円じゃないですか。そんなもんなの？忘れたけど。そんな。中本浩二に憧れて、それ、その、フレーム、ドリフターズね。ドリフターズの。よく知ってますね。うん、中本浩二じゃないですよ。違うんだ。そう、まあ、よくベタなとこで言うと、うん、やっぱりね、ハリーポッターとか言われないんですよ。ハリーポッターはいいっすよ、まだ、うん。よく言われるのがやっぱご飯ですよ、の人。めちゃくちゃ似てるよね。よく思いついたなと思いますね。思いついた人天才だよね。調べると友達に言われたの。友達です。あ、すごいね。ご飯ですよの人って調べたらもうそのまんまなんで。ドンピシャだったもんな。あ、むしろ良平が著作権で向こうちょっとなんか訴えられるレベルのそんなすか味方じゃない？ご飯ですよがもう良平に寄せてってる感じだもんね。あ、羽賀さん動画でメガネ変えてる。ご飯ですよのキャラクターもメガネ変えようみたいな。いや、ご飯ですよ。うん。まあどうでもいいですけど、あれ、三木のり平って言うんですよ。名前？はい。調べたの？昔から知ってました。へぇー、はい。漢字は？どういうとこ？三の木に。あはは、三木ね。はい。のりがひらがなで、へ、う、い、ん、が知らないです。そんな感じ。平らかな。そんな感じで済んだと思うんですけど。あれか。めちゃくちゃダサいな。
そうですね、うん、なんか焼きたてジャパンっていう漫画覚えてます、うん、あのパン焼くやつ、はい、うん、あれ僕好きだったんですよ。俺読んだことないけど、そうだ、テレビで見てて、うん、あれがすごい好きで、で、うん、そのテレビにそのミキのりひが出てきたんですよ。そう、それでずっと覚えてて、うん、はい、ミキのりひ、はい、うん、それだけなんですけど。そうなんだ、はい、どうしよう、さっきのことがずっと頭に入ってる。何その、講習の話、恋愛のいや、もう恋愛体質じゃん、それ。ですよね、うん、こういうとこで左右されちゃうんだよな。なあ、そう、みんな僕好きだから。みんなのことがね、みんなのことが、一人だけじゃなくてね。そう、みんなの歯が良平だもんね。そうです。難しいんじゃない恋愛って。恋愛の授業を学校で入れてほしいぐらいひどいな。あ、恋愛の授業、恋愛の仕方とか、あー、まあ、メールの返し方とか。難しいよね、それ。先生教えられる人もそんな多くないんじゃない。いないっすよね、うん、うん、確かに言われてみればそうなんですけど、公務員試験でね、そんなのなんかないっすよね。基準とか超難しいからね。はい、人によってだって対応変えないといけないから。そうっす、うん、だからね、みんなやり取りしてると、なんかこう、俺で遊んでる感じするなとかするわけですよ。あ、俺今遊ばれてるっていう。はい、でもそれを今、良平があれじゃない、他の人にやろうとしてるんだよ。そうっすか。そうなっちゃうかな、複数人と。まあでもなんか、あれでしょ、なんかそんな、やましい心があって、みんなと連絡取るとかっていうよりは、単純にもう普通に連絡取ってるってことでしょ。つながってるってだけで、なんか安心感っていうか、うん、楽しいとかワクワクしちゃうんですよ。うん、そう、すごいな。すごいっすね。すごい純粋なあれを今まで歩んできたんで、うん、そう、ピュアなんですよね。まだまだずっとチンチンいじってるもんね、今もね。かゆいですよ。大丈夫それ。気づきました。いや、いじってるなと思ったけど。かゆいですよね。大丈夫それ。大丈夫です。昔から。前回暴走族さ、うん、憧れたことある？暴走族はないっす。あ、暴走族はないな。なんかな、みんなでこう群がってなんかするとかっていうのも好きじゃないんだ。品がない。品がない。まあ単純にかっこいいと思わないっていうのがあるかな。普通にバイク乗り回して危ないし、うん、もうあれじゃん、全国の旧社会とかにめちゃくちゃ喧嘩売ってるじゃん、両平。もしかしたら暗殺されるかもしれないですね、ターゲットされて。いや、もう普通に家の前とか来られると思う。今のされる家の前で。嫌ですね、それは。まあ、悩みと言ったら、まあ本当それぐらい。何話そうか。ポンって話題出ない。ポン。ポンって。ひらめきみたいなさ。ひらめきか。うん。車、僕ちっちゃいの乗ってるんですよ。うん、コペンっていうんですけど、うん、まあ、ツーシーターで、うん、そろそろでもないですけど、うん、4人乗れる車欲しいなって4人乗れる車欲しいんだ。ツーシーターじゃなくていいんじゃないかと思って。あ、天井も低いんで。え、結構じゃあみんなで乗る機会が今後ありそうってこと？いや、ないですけど。ないんだ。みんなが言われんすよ。何を？え、もうちっちゃいって企画に合ってないって。あ、そういうこと？はい、でもなんかそのギャップがいいんじゃないかなと思って、うん。ああ、何に？なんか、そのガタイなのにこんなちっちゃい車乗ってるみたいな。YouTube 見てると、うん、コメントを見てると、そういうコメントも結構あるんですよ。はい、なんで、うん、なんかネタにもなってるし、いいかみたいな。僕、あの車も、試乗試し乗りしないで買ったんですよ。ああ、もうこれだってなったんだ。もうパッと見て、あ、これ買うみたいな。いいね、そういうひらめきね。オープンカー乗りたくて。でもあれ、オープンカーなんですよ、コペンって。あ、そうなんだ。上開くんだ。開くんですよ。うん、なんで、オープンカーだし、いいんじゃないと思って、うん、買って乗ってみたら、うん、天井に頭がつくんですよね。で、なんだろう、ハンドルの位置も、うん、なんかちょっと大げさに言うと、うん、もう股の間にあるみたいな。足と足の間にめちゃくちゃ小さいね。もうマリオカートみたいなんですよ、うん、リアルマリオカートみたいな、うん、でもツーシーターなんで。キャラクター何使ってんの？ドンキーコング？いや、俺マリオカートやんないから。そう、なんかもうツーシーターあるんで、うん、もう真ん中のこのギアのある部分にもう足こうやってまたがってこういう風に運転した方が楽なんじゃないかってレベルで、もうすごいね。車内がちっちゃい。変えた方がいいですよね。うん、でももう3年？いや、もう4年、今年の5月で4年か。まあ、そんな乗ってるの？なんだかんだ4年乗ってるし、なんか愛着湧いてきちゃって、うん、で、なんか名前ついてるの？名前。僕、コペンに、うん、一時期、ネームプレートを貼ってたんですよ。どういう意味？ネームプレート。板の薄いペラペラの磁石があって、うん、それをハサミで切って、うん、HAGA、剥がって、それを、何、サガみたいに言うんだよ。ボンネットを貼ってたんですよ。
すごいな、個人情報ダダ漏れじゃんもう。そうっす、プレートナンバーと名前ってすごくないですか。いやすごいっていうか それで走ってたんですよ僕で、あまりにも、うん、ちょっと恥ずかしかったんで恥じらいは一応あんのよ、はい、で H だけ残して、はいはい、ハガの、あ、その H だけ残して、うん、乗ってたんですよ。変態の H でしょもう。やばくないですか僕。やばいよ。ジムの友達に、うん、友達じゃないなもん、結構年上なんで。と先輩先輩ですね、うん、50か、まあ、当時40歳でしたけど、うん、髪型もなんかタラちゃんみたいだったんで、うん、タラちゃん号ってなんか、なんていうんですかね、まあ、今もだいぶタラちゃんだけどね。いや、髪切ってくれてる人に失礼ですよ。そう、まあ、いつと YouTube で流してるんですけど、それはごめん、タラちゃん号ってなんか紙テープか、うん、すぐ剥がせる養生テープ、はい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 、はい、っていうのはちょっとわかんないですけど、うん、にタラちゃん号って書いた書かれた、うん、貼られてて、それ気づかなくて、うん、それでずっと乗り回してたんですよ。でタラちゃん号って書いてあったんだ。 H とは別に、別にです。もう完全な変態だなそれも。で、まあ、養生テープだったり、うん、あったのと剥がしたんですよ、うん、でまた別の日には、うん、A4 のコピー用紙じゃない、なんか、うん、これの紙にタラちゃん号って書かれたやつをバンって貼り付けられてて、うん、めっちゃいじられてて、車が、うん、こんなちっちゃい車だからこんなにいじられるのかなと思って、なんだかんだ良かったんじゃないみたいな。まあ安くもないですけど、安くもなかったですけど、ちょっといじられ待ちだったんだ。いやそんなことないですよ。タラちゃん号って誰か書いてくんないかなぐらいの。いやそんなこと思ってないですよ。でもたまたま書いてあって、うん、めっちゃ面白いじゃんと思って、いじられた方も、まあ、別にイラッとするわけじゃないし、うん、普通に面白かったです。まあ今聞いたけど面白かったわ。本当ですか。歯がって書いてあったけどちょっと恥ずかしかったから、はい、AGA 取って H だけにして、そうです。で先輩にちょっといじられてタラちゃん号、タラちゃん号2回ぐらい貼られたっていう話でしょ。でした。めっちゃ面白かったわ今。ですか、うん、ふと思いついたのが車でよかったです。なあ、はい、こんな面白い話に展開すると思わなかったの。だってそう、なんでこんな話展開できたかって、やっぱ過去にツイッターでつぶやいてたんですよ。あ、そうなんだ。ツイッターでつぶやいたこと大体覚えてるんで。へえー、ただけはもうほんといじってるんで。何ツイートぐらいしたの。今まで2万いくつじゃないですか。すごいな。そんなしてないかわかんないです。減少になっちゃうな。一気にツイートしろってやったらな。一気にツイートしろってやったら、そうですね、うん、1日 1秒に1回ツイートしてても、うん、2日ぐらいかかります。1日8万秒とかなんです確か。あ、そうなんだ。確か、はい、え、じゃああれじゃん、4分の1でしょ。あ、そうか。全然2日かかんなくない。まあどうしたんだろう。まあいつも通り。そうですね、うん、だいぶ盛り上がったな今日の話な。そうですね、最初の出会いの話とか言わなきゃ。なんで。もういいや、もう終わりましょう。いや結構良かった。はい、うん、じゃあちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、うん、また今度。